おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの具体的な売り上げ発表やら、ゲーム業界的に非常に大きなニュースを確認していこう。おお、ティアキンの売り上げがわかるのか。前回の動画でも非常に楽しいと語ったわけだけど、個人的なお話ではあるんだけど、まだ慣れない部分もあるのよね。ほう、どういうところだ？自分が高所恐怖症であることを再認識したわ。楽しいのは大前提としても高いところでの連続プレイは、弾がヒュンとなる感覚があるわね。おめえに弾はないだろ。でも、似たような感覚の人はいるかもだな。私はどんな困難でも涼しい顔でこなす勇者リンクに近づけるのかしら。そう思うなら、悪ふざけはほどほどにしろよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、それでハティアキンのお話から言ってみよう。5月17日に任天堂より発売後3日間で世界累計販売本数が1000万本を突破したと発表があった。うち日本国内の販売本数は224万本とのこと。これは予想以上だわ。売り上げはポケモンスカーレット・バイオレット並みということね。時期も本数もポケモンと同じだな。難易度的にはやや難しめとなるアクションアドベンチャーのジャンルでこの数字は驚異的。我々も何度も確認してきたが、前作の神ゲーであるブレワイからの前評判。ブレワイ以上に自由な遊びが可能となっており、各レビューでも絶賛、多くのユーザーが楽しんでいる状況。まさに約束を果たした神ゲー。任天堂スイッチの集大成ソフトと言っても何の過言もねえよ。前作ブレワイのスイッチ版の累計売上は2023年3月時点でおよそ2981万本。ブレワイも3000万本突破はほぼ見えているな。ティアキンから入った人もブレワイ買うだろうしな。ティアキンが楽しかったなら、ブレワイもおすすめです。6年前の作品ですが、神ゲーすぎて中古相場は高値安定。片付けでの入手も普通にありです。さて、パッケージ版の売り上げについてはファミ通の周辺売り上げでも判明しようし。この数字をもって、また色々見える展開もあるかもだな。私はコスパやすぐに遊びたい気持ちもあって片付けで購入したけど、各種予約特典が欲しい人も多かっただろうし。こっちも楽しみね。そちらは次回に早めに動画でお伝えしていこう。それにコレクターエディションの特典はゲームソフトなしでの単品販売も、現在マイニンテンドーストアで実施されている。おお、マジか。発送は8月末までとやや先となるが、欲しい人は確実に入手できそうだな。転売ヤー対策としてもバッチリ。アミーボも量産をなしやす。まあ、現在の売り上げを見るにしっかり欲しい人には行き届くことだろう。そして、IGN の記事を引用するが、記事は概要欄にリンクを貼っております。海外メディアでのインタビューにて、プロデューサーである青沼氏は、新しいタイプのよりオープンなプレイと自由に到達したと言っても過言ではないと思います。とのことで、次なるオープンワールドでの作品とゼルダシリーズ派生の作品が発売し続けるだろうと記事では締めている。次回作のお話を今するのは野暮だけど、ブレワイ越えを成した今なら期待感しかねえな。長生きせなあかんわ。もう何年でも待つぞ。霊夢も大いに盛り上がっとるが、ここで映像化のお話も確認しておくか。実現したら、必ず見るぞ。海外のファンの皆様も多いし、マリオの大成功もあるから、話はスイスイ進むはず。期待はしてしまうだろうが、現時点で別に具体的な情報があるわけでもない。開発人である青沼氏と藤林氏もインタビューにおいて、間違いなく興味はあると認めつつ、最終的には自分たちに決められることではないとしている。がっつり任天堂監修にすることが、成功するためには必須。以前にもゼルダの伝説の映像化のお話はあったが頓挫している。そういや、そんな話あったわね。あんまり覚えてないんだけど。ネットフリックスの実写ドラマ版のお話だな。最初の報道としては2015年のウォールストリートジャーナルでのものだな。結構前の話やな。この時点での報道も当時の任天堂社長である岩田氏は、お伝えする新しいことは何もありません。としていた。そして、2021年にネトフリ側がプロジェクトをリークしたとして、実写ドラマのお話はなくなったと。当時任天堂の同様のプロジェクトに取り組んでいたアメリカのコメディアン、アダム、このバー氏によって、明らかになっている。この一連の流れに当の任天堂が何も発信していないという事実。基本、外野からのお話だけだな。基本、自信があるものができるまで発表しないってのが任天堂。
今後もプロジェクト自体は進んでいても、具体的になるまで公式の発表はなかろう。同様の流れでスターフォックスの映像化のお話もネトフリではキャンセルになったとの報道がある。ネトフリとのタッグはないわけか。まあ、実写はゼルダではありっちゃありだけど不安もあるわ。アニメにするにしたって、プレイ体験が肝のゼルダの伝説シリーズの映像化はそれなりの課題もあるがな。ちなみに1986年に海外ではアニメ化されとるな。このリンクはどの時代でも日本ではあかん。一応、日本語字幕付きで YouTube にアップされている。公式というわけではないので、いちいち概要欄にリンクは貼らんが。気になる人は検索してチェックしてみてほしい。BGM は単純にいいな。構成もそんなに悪くない。でも饒舌でセクハラ気味のリンクはちょっと厳しい。やっぱり任天堂チェックって絶対にいるな。さて、プレイ状況としてはどうだ？メインストーリーは進んでおりません。寄り道が楽しすぎて。とはいえ、徐々にリンクと私が力を取り戻しております。それに素材とウルトラハンドがあれば、自由に兵器の制作も可能。量産の暁には、的なものをいずれ作ろうと思います。ネタバレには配慮したいが、たまにハゼルダ姫のことも思い出してくれよ。そして、これは速報気味にお伝えすることとなるが、前回のティアキン動画はもちろん、以前にも、我々動画配信者のガイドライン遵守やモラルについて語ってるところだが、あとはゲームに対するリスペクトやで。そんな中で、5月17日にガイドライン違反のゲーム実況動画を投稿していたとして、宮城県警察は著作権法違反の疑いでゲーム実況者を逮捕したとのこと。逮捕とは穏やかじゃないわね。こちらの方は IT メディアのものをそのまま引用するが、同ゲーム実況者はニトロプラスが著作権を持つアドベンチャーゲーム、シュタインズ、ゲート非翼連理のダーリンのゲーム実況動画をガイドラインに反して投稿し、広告収益を得ていたとのこと。まずは YouTube とかプラットフォームを通しての警告とかあるんじゃね？そんな事態になったことないし、今後もないように努めるからわかんないけど。今回はガイドラインに違反している点、ストーリー性があるゲームのエンディングシーンを公開していた点などが、極めて悪質として逮捕に至ったと記事では締めている。まあ、擁護する必要はもう到ねえな。他、アニメのシュタインズゲートやスパイファミリーなども無断で編集して投稿していたとのこと。これは事実なら完全にギルティ。正直、まだ細かい情報が精査できていないので、この件についてはもうちょい確認してから、改めてお伝えしよう。確かにこの件についてまだ動向へ言うつもりはないけど、ルールが守れないなら、しかるべき罰はある。私たちはゲームの動画配信文化の末席を汚している立場ではありますが、比較的性善説に基づいて、今の緩めのルールとなっています。我々としても気をつけていこう。これから大いに盛り上がるところで水差すやつね。もう一つ不穏なニュースがあるな。オートマトンの記事を引用するが、サイバーエージェントは5月17日、サイゲームズがコナミデジタルエンタテインメントから、訴訟を提起されていると明かした。そちらのお知らせは PDF のリンクを貼っておく。コナミは損害賠償等請求として40億円及び遅延損害金をサイゲームズに求めているとのこと。さらに、ウマ娘プリティダービーの差し止め請求を求めている。大人気スマホゲームでマジでこれが執行されるならシャレにならんぞ。それにしてもどういうことや？確かにウマ娘の育成パートとかパワプロのサクセスみたいではある。もっと広く言えば、時メモの育成画面などもありコナミテイスト感は否定しがたいな。実際にどのような特許が焦点になっているかは不明だが、サイバーエージェントによると、ウマ娘のゲームシステムとプログラムの一部をめぐって、コナミと特許権などの協議を行っていたが、サイゲームズの見解はコナミに受け入れられず、訴訟の提起に至ったようだな。こっからは法廷バトルになってしまうのか。現時点ではサイバーエージェント側も引く気はないようなので、お互い正当性を主張することになろう。正直、現時点ではどちらの主張もフラットに見る必要があるな。一ゲーマー的な意見とすれば、平和的な解決を望みたい。公になった以上、ここからは詳細な情報も来るだろうし、それを見た上で冷静に判断しよう。一番不幸なのはウマ娘ユーザーの皆様。コナミの特許や実用新案なども改めて精査した上で、この件は改めて動画でお伝えしていこう。ゲーム情報だけでもクソ忙しいタイミングでとんでもない宿題が出たな。さらに我々の忙しさは苛烈になってくるな。PS ショーケースの日程も5月25日に決定したぞ。リーカーの予想が当たったわね。
というか、こんなさらっとお伝えするのかね。この件の詳細は改めて動画にする。要望や妄想含めていろいろあるしな。あくぶり買収の件でもいろいろ話が進んでいるしな。忙しすぎるな。こちらも土日にまとめていこう。不穏なお話もあるけど、まずはティアキンの勢いを見ていくぜ。ティアキンは寄り道も非常に楽しいが、ハイラルの勇者としての責務は忘れるなよ。あいあいさあ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今回速報気味にお伝えした件は全て近日動画でまとめるので、今後ともよろしくなんだぜ。